エクオールは、腸内細菌によって、イソフラボンの一種である大前炎から代謝される、イソフラバンジオールである。エストラジオールなどのナイン性エストロゲンホルモンは、ステロイドであるが、エクオールは、ヒステロイド性エストロゲンである。しかし、約30から50%の人しかエクオールを作る、腸内細菌を持っていない。エクオールは、二つのエナンチオマー型であるエクオール。 およびエクオールで存在することができる。エクオールはエストロゲン受容体 β に優先的に結合する。エクオールは1932年に馬の尿から最初に単理され、この馬の名前にちなんで命名された。それ以来、エクオールは他の多くの動物種の尿、または結晶中に見出されていたが、それらの動物では大髄ソフラボンである大前縁をエクオールに代謝する能力に 個体間で有意差が認められ、1980年に人でエクオールが発見されたことが報告されている。エクオールはエストロゲン、またはアンドロゲンに起因する疾患、または障害の治療に効果があることが1984年に最初に報告された。エクオールはキラール中心を一つ持っているため、エナンチオマーであるエクオール及びエクオールの二つの 共造形態で存在することができる化合物である。しかしながら、大豆イソフラボンの摂取後にエクオールを産生する能力がある人及び動物においては、低エクオールのみが産生される。エクオールは植物起源ではない。大豆イソフラボンである大員の代謝産物である。エクオールはイソフランとして特徴を付けられる。対照的にヒエクオールは人では産生されないが、 実験室などで科学的に合成することができる。エクオールの分子及び物理的構造はエストラジオールホルモンに類似している。すべての人が大豆摂取後に引くエクオールを産生できるわけではない。その能力の有無は腸内細菌層の中にエクオールを産生する能力を持った菌種を有するかどうかに依存する。人から培養された腸内細菌の21の株が 大前円を引くエクオール、または関連する中間化合物に変換する能力を有していた。いくつかの研究では、イソフラボンを含む大豆食品を食べた後、西側諸国の成人のわずか25から30%だけが引くエクオールを賛成することが示されていた。これに対して、日本、韓国、中国の成人のエクオール賛成者は、 50から60%の頻度であった。最初主義者は、大前円をこの物質により、多く変換する能力がある。研究では引くエクオールを産生する能力は、テストの少なくとも1ヶ月前に、抗生物質を投与されていない人が 240ml の豆乳を摂取するか、または大豆食品を3日間食べ、試験の4日目に、尿中のマイナスエクオール濃度を測定している。 海藻及び乳製品の摂取はエクオールの酸性を増強する。大臣から大善、またはゲニステムから後、ヒドロキシ、マイナスエクオールへの変換のような、マイナスエクオール酸性の関連中間過程にはより、多くの細菌が関与しているが、大善院から引くエクオールへの完全変換をもたらす、ことができる細菌は次の通りである。しかしながら、ビフィドバクテリウムによる酸性は、 サンガリスラによって1回しか報告されていない2002年以降再現されていない。混合培養物、例えばラクトバシラス SP ニューオー1 6及びエガーテラ SP ジュロング732は、ヒクエクオールを産生することができる。エクオール酸性菌は、アドラークロイジアイクオーリフェーションズ、スラキアイクオーリフェーションズ及びスラキア、アイソフラボネコンバーテンズのようにそれらの命名で、 暗示されている。厚生労働省研究班による大規模なコホート研究では、食品からのイソフラボンの摂取量が多いほど、日本人女性の乳がんや脳梗塞と心筋梗塞、男性の一部の前立腺がんのリスクが低下するという相関関係が見られた。大豆イソフラボンのエストロゲン様作用が、 イソフラボンが代謝されて産生されたエクオールによるものではないかとの仮説が立てられている。疫学研究において、人におけるエクオール酸性脳の有無と、前立腺がん、乳がん、高年期障害の予防や改善効果との関連が報告されている。また、エクオール生産者と非生産者の実験において、エクオールは、閉経に伴う、毛髪密度の低下抑制、難毛化抑制、 白発化抑制などに関与しているとも報告されている。エクオールはエストラジオールと比較してヒトエストロゲン受容体、アルファのエストロゲンに対する親和性の約2%を有する。エクオールはヒトエストロゲン受容体ベータに対してより強い親和性を有するが、この親和性はなおエストラジオールの20%である。d r ア,アルファよびエストラジオールのそれと比較して、 エクオールの ERβ への選択的結合は分子が選択的エストロゲン受容体モジュレーターの特性を部分的に共有しうることを示している。エクオールは賛成されると本質的に変化しない非常に安定な分子であり、このさらなる代謝を受けないことはエクオールの非常に迅速な吸収及び高いバイオアベイラビリティを説明しうるものである。エクオールが賛成されると 急速に吸収され、2から3時間で TMAX が達成される。比較すると、大前院の TMAX は、グリコシド形態で生じるため4から10時間であり、大前院を使用するためには、大前院をそのグルコース速さを消化中に除去することによって、アグリコン形態に変換することで達成される。アグリコンの形態で直接消費される場合、大前院は1から3時間の TMAX を有する。 また、蛍光投与後の尿中のマイナスエクオールの除去率は非常に高く、一部の成人では100%に近くなり、大全員の除去率は30から40%、またはゲニステーンでは7から15%となっている。エクオールはグッパーのアゴニストとして作用することが判明している。ありがとうございます。